カルロスのマダホーに敗れたドームを手荒く励ましてくれたのはトラオ、ドード、メロディーであった。友情と愛が第四の魔球ハイパースピンブラックホールボールのイメージを作り出したのだ。その頃ジャイアンツはペナントをかけて首位広島に総力戦を挑み 0.5 ゲーム差と迫る。一方新魔球完成を前に焦るドーム。茜が父夢子の残した手紙を届けたが、ドームはその手紙を読もうとはしなかった。そしてついに最終戦の当日を迎えたのである。輝け栄光のジャイアンツ。夜の6時、残り12時間、絶対に完成させてみせる。待ってろよカルロス。行くぜ。うりゃダメだ、まだ回転が足りない。もしかして父ちゃんの残した手紙に急のヒントがあったかもしれない。持ち出して。ドーム読まなかったでしょ。ええ、でもどうして。なんとなくそんな気がしたの。とてつもなくすごい回転がいるんだ。君は残念ながら野球が分かっていない。父親新庄夢と上回るドーム、お前の魔球はことごとく打ち砕いた。なのに今再び新庄夢との言葉が聞こえてくる。私にはそれが許せん。6時間。エカドーム、この硬いボールが遠心力で潰れるぐらいに回転させるんや。お前やったらきっとできる。もっと後ろにひねって遠心力を加えれば。よし。やるぜ。指のひねり、手首のスナップ、そして最大限の腰のひねり。あなたにないものを持ってる。友達、家族、温かい笑顔。ふん、そんなものに何の意味がある。めいめいと寄り添って泣く哀れな羊どものたわごとだ。この世界には二通りの人間しかいない。
支配するものとされるもの、敗北したものは征服される。違うかドーム。そうですカルロス。お前は天才です。お前のその頭脳と肉体をもってすれば不可能という文字はないのです。何としても世界中の人々をひざまずかせるのです。それがこの家に生まれた者の使命なのです。私はその通りに生きてきた。母上が亡くなった時も涙一つ流しはしなかった。それは私が情に溺れない鉄の意志を持ったことの証だ。今日のゲームドームは必ず来る。その時私が完全に野球生命を打ち砕く。夢とのあの声に対する答えとして。何やってんだ。いや、ドームは来る。きっと帰ってくる。そうだ、そうだよな。よし、練習だ。行くぞ。おう。あと少し。これが完成するまで戻れない。今日が優勝を決める最後の試合。みんなごめん。シーズン最後の試合、 0.5 ゲーム差でリードする広島、逃げ切ってペナントを手にするか、それともジャイアンツの逆転優勝なるか。5万5000の観衆、いや日本全国の野球ファン注目の中、試合開始です。レボー。ドーム、やっぱり来ないのか。今日が最後だぞ。もうダメよドームなんて。今なんて言ったってカルロス様素敵。でもカルロス様もスタメンに入ってないのよね。なぜかしら。知るかんなもん。ドーム君はきっと来るわ。ギリギリの土壇場で大慌てで。ドーム君っていつもそうだもん。肩振りかぶった。第1球ストライク。第1球ストライク。江川さん、桑田は相当気合が入っていますね。途中で潰れてもいいという気迫ですね。優勝決定戦ですからね。ドーム、私もお前にかける。お前が新庄夢との息子なら必ず来る。私は待ってるぞ。できた。ボールが潰れるほどの超高速回転。そしてこのフォーム、これが魔球4号のフォームだ。待ってろよカルロス。お前を倒して優勝してみせるからな。
桑田は見事な立ち上がりで広島三者凡退。ジャイアンツの攻撃は今シーズンよく頑張っている尾形からです。尾形力が入りすぎ、それも当然今や一投一打に優勝がかかっています。ドーム、ドームはまだなの？おい、おい、誰か乗っけてくれ、頼むよ。ケチケチのケチ、頼むよ誰か。試合はもうとっくに始まっちゃってんだよ。クソガキが何しやがる。空き缶捨てんのが悪いんだよ。なんだとこのガキ。やめちょきんさい。殴り合いならわしが相手になっちゃるけ。やだな。僕これからは気をつけるんだよ。わしも東京へ行くとこじゃき、よかったら乗ってけや。おっさんありがとう、助かったよ。おっさんはないじゃろ、わしは男一匹ためごろじゃ。そうだこそ、いいもん見せてやるぜ。ホキー、小林への打球入るな。あら、おったジャンプ取った、ファンプレー。しかしこの間に三塁から翔太帰って1点追加。4回表広島2点選手、優勝へ一歩踏み出しました。いい気持ちじゃろ。おい坊主、さっきはなかなかいいコントロールじゃったき、感心したぞ。どうじゃ、巨人ファンはやめて大きくなったら広島へ入らんか。生意気なジャイアンツをギャッチ目に合わすと気持ちがええぞ。お前もしかして。そうさ、新庄ドーム。おー、そうと分かったらここで降りてもらうにゃ。わしゃ生まれる前から広島ファンじゃけんの。まあ頼まれたって乗ってやるもんか。あばよ、カズ。なんだよ、よりによって広島ファンだなんて。いいもんね。ちくしょう。おそう、悪く思うなよ。これもカープのため。何？なんじゃと？お先に。おい、あの野郎。あばよ小僧。行けるか。うわ。お？小僧のやつ。小僧、頑張るの。小僧じゃない、ドームだ。これでもプロだぜ。車で威張ってるやつとは鍛え方が違うっつーの。じゃあドームよ、これでも聞けや。おさらいのホームランで広島また1点追加。勝負は見えたの。あーっと、またヒット。桑田打たれております。あー、藤田監督出てきました。どうやらリリーフ宮本のようですが、ドーム君がいないと苦しいですね。ドーム君は新しい魔球を開発してきっと帰ってきます。何？ノードーム、なんでそないに無気になって頑張りよるんじゃ。みんなが頑張ってるからね。吉村さんだって復活したんだ。俺だってへこたれるもんか。みんなの励ましや友情無駄にできるもんか。いやー、小僧。おい小僧。いや、新庄ドームだったな。気に入った。お前が何と言おうとわしはこのトラックでお前を乗せていくけ。え、てこれ篠塚打った、すごいヒット。3対0と広島リードのまま8回裏ジャイアンツの攻撃。先頭バッター篠塚のヒットで場内は沸きます。ここで迎えるバッターは原。原
死んだから、復帰後のホームランでの爽やかな笑顔は忘れられません。ナインキューボール、おらー、もたもたしてと踏み潰すぞ。そこのトラック止まりなさい。あ粘ってフォアボール、一二塁のチャンスでクロマティ登場。なんとしても出ろ。ドームが組まれに逆転するんだ。どうしたドーム、私はここにいるぞ。すんな、お前は試合のことだけ考えちょれ。井上初球ヒット、ツーアウト満塁、絶好のチャンス。ここで代打は中畑。中畑さん、今シーズン限りで引退を表明している中畑清、ツーアウト満塁の晴れの舞台に登場です。ドームが来るまでに何としても逆転してやる。さあ大野大球投げた、おりゃー、打たー、おぎぞ、これおぎー、どうだ、入ったレフトスタンドに突き刺さった。土壇場逆転満塁ホームラン、男中畑清、引退を飾るにふさわしいホームランです。何やって、まだ富士山やと。今こっちに向かってるはずなんだけど、お願いドームを探してって。小早川打った、ライトライヒット、9回表広島すかさず反撃。困れているのは分からんのか。尋常ドームを乗せてる車はおらへんか。御殿場からヒッチハイクで来るとしたら必ずこの道を通るはずや。尋常ドームを乗せてる車はおらへんか。ああ、わしじゃ、タメゴロじゃ、ちーと手貸してくれ。ちょっくら当選としてくれや。よっしゃ。どうもよ、わしの役目はここまでじゃ。このままじゃおめえまで騒ぎに巻き込まれてしまうけな。ミッシブリ、友情の新巻きをてやろう。うん、約束するよ。おさらいも打った、三遊間抜けた。2番手宮本に広島打線が襲いかかります。チキシャー、渋滞でいい。なんちゅうこっちゃ。あードーム、ダム、見つけた。なんで、早く姉ちゃん、商店街のんちゃん、早く乗るつだ。ノーアウト満塁、中畑のホームランで逆転したジャイアンツ。しかし9回の表、今度は広島チャンス。ここで大量点が入れば勢いから見て広島優勝です。おっと、藤田監督ベンチから出てきました。ピッチャー交代、新庄ドーム。監督、遅くなってすみません。できました、牧雄4号が。ドーム、ドーム、ドーム。ああ、ドーム君が、新庄ドームが現れました。ドーム君、カルロス、いつの間に。やはり戻ってきたな、ドーム。ジャイアンツのマウンドには新庄ドームが登りました。中畑さん、すごかったよ。お前が必ず戻ってくると信じて頑張ったんだぞ。で、どうなんだ、魔球は。任せて、ちょんまげバッチリ完成よ。帰ってきましたね、江川さん。さあ、注目の新魔球が見られるか。第3回ノーアウト満塁、バッター長嶋。見せてみろドーム、お前の新しい魔球とやら。
行くぞ。ああ、一体このフォームは。見ろ、これが友情の魔球ハイパーツ。